私らにとっちゃうまくいかないもんで、敵が見事に陽動に引っかかっちまいやがった。まがいものだけでできた私らの基地は、規模だけから見ればオーシア空軍の反撃の要みたいに見えたからな。毎日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 の空襲だ。敵がここを叩こうと真剣になった。叩かれて出る損害なんかありはしない。バンカーに並べた張りぼてと因数外の懲罰兵の命、それくらいさ。ダミーを作ろう合間に本当に飛べる機体も組んでみたが、ちょっと反撃しなくちゃ本物の基地らしくないと思ったやつが司令部にいたらしい。幸い搭乗員はそこそこいた。懲罰部隊に落とされた罪の深さと作戦機を操縦する腕前は関係ないらしい。操縦の腕前はいいんだが手癖の悪いやつ、博打しか頭にないバカ、根性ないくせに政治犯気取りのやつ、そんな連中に操縦艦を握らせて迎撃戦闘だ。毎日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 。そら、今日もまた新入りが放り込まれてきた。こいつは何をしでかしたんだか。私の父さんはオーシア空軍で死んだ。敵に包囲され撤退する友軍の、その撤退援護は危険な任務だ。これに志願した英雄的な連中がいた。だが本当に難しいのは、この英雄的な伝軍を無事に撤退させることだ。父さんはこの任務に就いた。そして諦めた。遅すぎたと判断したんだ。誰しもが同じように考えただろう。戦後父さんの最後の様子をうちに伝えに来た父さんの戦友が言っていた。次に撤退戦を経験した時、父さんは伝軍に志願した。大バカ野郎だ。そして死んだ。やはり誰の援護も得られずに。私はこの話が大嫌いだ。なんて惨めな死に方をしたんだと、父さんのことを惨めに思ってきた。最近この基地に懲罰部隊に放り込まれてきたやつについて噂を聞いた。こいつの罪ときたら、なんとその手でハーリングを殺したんだそうだ。前の戦争の時のオーシアの大統領。私がこんなところにいるそもそものきっかけ、じいちゃんが自前で超音速機を作ろうとした理由、父さんがあんな死に方をしたあの戦争の指導者がハーリングだった。私はこの新入りに礼を言うべきなんだろうか。いや、虫酢をこらえきれないのはこの誰もが誰をも信じない腐った空気だ。諸君らに自覚を促すために特に伝える。本日東大へ移送されてきた新入りは国際停戦監視軍の軍事法廷による有罪者。その罪は重大。なんとハーリング殺し。タックネームはトリガー。我がオーシア軍第444航空基地機構隊に本日付で所属となった彼だが、その存在は一個のシンボルたるに過ぎない。ハーリング殺したるか否かの違いはそれほど大きくはない。諸君らもまた何らかの罪により服役中の身である。諸君らには自ら犯した罪の償いをする義務がある。当隊には搭乗員資格者が複数いる。このため司令部は不足する戦力に充当するため、諸君らを用いてワイアポロ山脈への偵察飛行を行わせることを提案してきた。だが長官はこれを拒んだ。諸君らの罪はこの基地にあって償われなくてはならない。ここは敵の攻撃を吸引するためのおとり基地だ。諸君らがここでおとりとなり敵の攻撃を引き受けることで、我が軍の反撃主力は無事のまま準備を整えることができる。抜撃です。兵法を止めろ。いつものやつだ。この僻地ザップランドまで暇なやつだ。さて、何機かスクランブルしてもらわなくてはならない。ダミー滑走路の上空に航空機を確認。形の上だけ揚撃機が上がれば十分。廃棄寸前だがまだ離陸できる機体を何機か用意した。今回も重罪の者からこの任務に当たってもらう。まずはハーリング殺しのお前からだ。敵爆撃機の撃墜までは期待しない。この基地から揚撃機が飛び立った事実だけを敵に見せつければよい。
囚人ども、仕事の時間だ。直ちに任務に取り掛かれ。命令に従え、総理が。滑走路へ着信しろ。高度計を確認し、滑走路手前で待機。コントロールタワー、できればこちらからにしてもらえないかな。フェアエイド、おいチャンプ、こちらコントロールタワー、離陸許可は出してない、命令を守れ。うっせぇ。離陸準備中の機はスペアエイドに注意、強引に離陸しようとしている。さて、1番機は僕でいいかな。空に上がってみれば自然と決まるんじゃないの。良いことを言う。トリガー、お前のコールサインはスペア15、それがお前の空中での囚人番号。これから欺瞞要撃を開始する。スペア15、たった今滑走路が開いた。離陸を許可する。急げ。血が騒ぐぜ。スペア15、離陸を確認した。高度制限を解除する。行ってこい。今回もミサイルは撃てないのか。 FCS をロックしている。くそ、こいつはすごいね。ちょうどいいハンデだ。囚人が自由に使えるものなどない。ボールペン一本だってな。来たぞ。ハーリング殺しの新入りが上がってきた。奴はハーリングにきっちり2発ミサイル撃ち込んでる。さすがだな、情報屋。情報握ってないとしっかりな、今の戦争は。はしゃぐな、囚人ども。新しい人殺しが来て嬉しいか。こちらバンド君、スペア15、俺が監視役だ。先ほど滑走路を攻撃した爆撃機が再度爆撃するため戻ってくる。どうせダミーの滑走路だ、構わん。お前らはせいぜい空中を賑やかせ。この基地に戦闘機がいると見せびらかせ。誰かタバコ余ってないか。あとで取り。撃墜されても構わん。罪を償うチャンスだ。ありがたい。もう一つだ。作戦区域から離脱する者は無条件に撃ち落とす。いらん。ないよ。無視せよ。こちらスコールは滑走路を撃つのに問題ない。お前たちも。スペア15、離れすぎだ。そこまで離れる必要はないはずだ。バカめ、ハリボテの飛行機を爆撃してやがる。敵はこの基地に航空戦力が結集してると思い込んでる。下にあるのは全部ハリボテだぞ。敵は見てわからねえのか。ハリボテの敵がいいのか。まずい、敵の攻撃が完成塔を直撃。おい、なんだこの揺れは。お前、一気に上がってるぞ。長官、急げ。そこへ行こう、敵を近づけるな。私を殺すつもりか。全て落とすよう命令しますか。死ね、罰金で死ね。クソ。スペア隊、よく聞け。爆弾を抱えた連中を全て撃墜しろ。ウェポン作り、光線を許可する。殺してこい。何をするか、こんなやつを変えなくちゃな。トリガー、どっちが先に2つか鍵を奪え。ここは地域発表だ。お前らがいつ死ぬかは俺が決める。さて、じゃあ僕が指揮を取る。カキ、援護しろ。誰が嘘つきの指揮棒で踊るかよ。俺の腕を見せてやろう。スペア15、撤去撃墜。トリガー、撃墜数をちゃんと数えておけよ。後で比べよう。いや、どうせ水増しして攻撃するんだろう。次の目標に移れ。レーダーにかがり、接近中の敵グループを発見。直ちに対応しろ。はいよ。高高度を飛ぶ爆撃機がいる。自分の手伝いに気にせず上も見ろ。教えてやろう。この部隊に来た者は尾翼に爪痕を書かれる。その数が多いほど犯した罪が重いんだ。だから大戦ってほどさ。トリガー、お前は3本か。さすがハーリング殺し。メソ攻撃失敗。スコールド66。
敵が接近中。爆撃機と護衛機だ。さっき知って、アリム殺しお前もだ。やれやれ、隊長一人だ。そのまま待機しろ。トリガー、貴様のせいで大損だ。覚えておけ。誰が敵を撃墜しろと言ったか。命令違反の者は独房だ。連れて行け。